極が満員になると死者が地上を歩く。俺が蘇ったら、頭を撃ち抜いてくれ。化け物にならないように頑張るから。生存者の体の5%を奴らに与えるべきだ。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日はジョージ・エイ・ロメロ監督の映画ゾンビ・ドーン・オブ・ザ・デッドの徹底解説第8回目をお送りします。この動画では毎回ワンシーンごとに あらすじと印象的なポイントを解説・考察し、この映画の魅力を語っています。今回は、ついにモール内のゾンビを一掃した4人のその後、日に日に衰弱するロジャーの死などについて解説していきます。また、このチャンネルでは、ゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介など、ゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信しています。もし興味がありましたら、このチャンネルの他の動画もご覧ください。前回。 ついにショッピングモールのすべての扉を封鎖し、モール内のゾンビを一掃した4人は、ショッピングモールの店内をめぐり、贅沢の限りを尽くします。銀行に押し入り、札束をせしめるピーターとスティーブン。ゲームセンターではゲームを遊び放題。好きなだけ服や物品を物色する4人。スケートリンクで一人優雅に滑るフラン。しかし、どれだけ札束を手に入れても、 経済が崩壊している今、もはや意味はありません。このシーン、商品を漁り尽くす4人の描写が、1978年当時にピークになりつつあった大量消費者会へのロメロ監督の警告と皮肉が込められています。一方、ゾンビたちは相変わらずモールに押し寄せます。封鎖された入り口のガラスをバンバン叩くゾンビが、贅沢に吹ける4人の勝ち組と、 ゾンビ、負け組の対比を象徴していますね。また、このシーンでは、モールに押し寄せるゾンビに対するピーターの、地獄が満員になると、死者が地上を歩く、という有名なセリフが象徴的です。一方、ロジャーの容態はどんどん悪化していきます。激しい痛みを訴え、昏睡状態のロジャー。ロジャーはピーターに、俺が蘇えったら、 頭を打ち抜いてくれと訴えます。このシーン、ロジャーの化け物にならないように頑張るからという言葉が辛いですよね。そんな中、テレビ放送では激しく抗論する出演者が映し出されています。生存者の体の5%を奴らに与えるべきだと唱える眼帯の科学者に対して非論理的だと反論が飛び交うシーン。 全く生産性のない討論を放送し続けるテレビ局の大敗的な閉塞感と絶望感が感じられますすると静かだったロジャーの寝室から物音がしますロジャーの頭にかかっていた毛布が静かにめくれ上がりゾンビとなったロジャーの青白い顔が現れますついにロジャーはこときれゾンビと変貌してしまったのです ピーターは悲痛な表情でロジャーを始末します。ついにロジャーが死んでしまいました。ロジャーを演じたスコット・ H ・イチ・ライニガーの白心の演技に押し寄せてくる喪失感が半端ないです。そしてショッピングモールの中庭にロジャーは埋葬されます。せめて土に返したいとモール内の中庭に埋葬する3人の心境が 物悲しいですね。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。